コンジャスト芥川と申します。それじゃあ最後の2箱パート3行ってまいろうかと思います。お願いします。じゃあ行きましょう。さあエアフォースこの2箱で3枚揃うのか、ありえない話じゃないですからね、言っとくけど。全然ね、1枚が宿で、で数が1枚ずつ出たなら余裕でいきますから、下手すりゃ4枚出る可能性だってあるわけですからね。はい、まあ今回はね、もうどちらかというとね、何が欲しいのかっていうのはないのでね、まあ揃えたいっていうのはあるけど、まあパック上げなんていうのはね、うん、ロマンを買うんですから、この開けてる時は楽しいんですよ一番。うん、もうここでもう大体もう例えば3万円分買ったとしたら、もう2万円分ぐらいはこの開ける楽しみにやってます。うん、はい、ファニマルマウス、ハットトリッカー、イグナイトイーグル、アルダフナリターン、ベルガモット、イグナイトキャリバー、ファニマルマウス、ダメージジャグラー。おお、来たー。ちょっと待って、これ初めてだぞ。こらちょっと待ってて、祝杯あげましょう。ちょっとビールがなかった来ました、神風の真空のバリアエアフォース。いいねこれ。ではいただきます。あーうまっ。やべ、うめえ、これはいいな、やっと来たよ、素晴らしい。イラストがかっこいいっすねこれ。うん、新風のバリア、神風の方が良かった気がするけど、やっぱ神風はダメなのかな。うん、なんかほら、あの何特攻隊のあれとかで問題があるとかでね、きっとダメなんでしょうね。はあ、当たった、よかったよかったよかった。はい、満足です、満足。全部当たったな、これね、よかった。まあ、6箱買っても0枚って余裕でありますからね。うん、昔ね、ベルズビュートとかいうカード、エブリデイもね、ベルズビュートとかいうカードがまさにそうだった。いや、あの時7箱か8箱買って0枚でしたからね。アークナイトですら2枚とかだったからね。うん、笑わせるぜってエブリだった。あれはひどかった。あれはほんとひどかった。イグナイト、おー、イグナイトスティンガー、はいはい、オーケーオッケー。あとは G だよ、 G、 G ちゃん来ようぜ、 G ちゃん、 G ちゃんすげーじゃん、違うけどG ちゃん来よう、 G ちゃん、おじいちゃん応戦する、 G ちゃん略しておじいちゃん、応戦する G ちゃん略しておじいちゃんでいいじゃんね。おう、はぁ、はぁ、オートアイズリベリオンドラゴン。おう、二つ来たわ。ごめんね、かなりおざなりで。もう大体来たからさ。はい。頼むぜ。おじいちゃん来い、おじいちゃん。まあでも、おじいちゃんはね、そんなことな。狙ってくんのはある意味数より難しいかな。ノーレラがやっぱそういうのってきついよね。うん、まあライズベルトはどうなんだろうな。ライズベルト欲しいって人いんのかな。あれよっ、あーダメだ、ちょっとグダグダってんな。よし、行こう。はいはいはい、ファニマルマウス、ハットドリッカー、攻撃の本札、ティアラ多いなおい。ティアラ来すぎ。よっ、いいふいふい、潤いの風、レッドアイズフュージョン、極楽鳥、マスケット、アロマポット、ライターズガスト、ブリニアネ、ギャギャンカー、005、タイマー2、煉獄の虚無。虚無来んな、めっちゃ来るな、煉獄の虚無。お、出た、総獄の魔術、総獣の魔術師。魔術師もなんか2セットぐらい揃いそうなんだけど、これ
ふんふんふん、Ignite Burst。 はい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 、バリアバブル。ラスターピーの宿かよラスターピー来すぎだろう。いやまあそれ来るだろうけどさ。おー、ライズベルト、ライズベルトかいG 来いよ、おじいちゃん、おじいちゃん来いよ、いいよ来いよこの野郎。でもあれだな、ノーレアはなんかな、2枚入って、ユニスターペンデュラム竜剣士くんね。ノーレアはな、おー来た、おじいちゃん、おじいちゃん無言のおじいちゃん来た、いいね、これでおじいちゃん2枚、次の箱で来たらこれいけるね、いけるね、オッケー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 、こんなもんかな。おー、デカドラゴンも来た、オッケー、素晴らしい、オッケー、じゃあちょっと片付けようかな。はい、それじゃあちょっとカットします、カット。はい、よっしゃ、続きいきましょう。もうちょっとね巻きかかってます。なぜかというとデジカメの電源がやばいからです。始まって当初で悪口だね巻きでいきますよ、巻きで、かなりかなり巻きでいく。まあ俺はあとはおじいちゃんとエアフォースが2枚くれば2枚くればいいんです。ちょっと宿泊をやってる暇はないかもしれないが、あ、さあ巻きでいくぜ、巻きで。いきます、せいへいへい、せい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 、で、てるかいバカ野郎、お前は、まあいい、売る枠はもういいんだ。あ、なんかサイバードラゴン、え、これ初めて来たんじゃねえの、トゥーンサイバードラゴンってなんか初めて見た気がする。でも時間ないから説明はしないわよ。はい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 、ラスタピー、ラスタ来すぎバカ野郎はいふいふいはい、オードアイズリベリオンドラゴンビリーフ、オッケー、はい、イグニスターチクショー、もうウル全部終わったぞこの野郎おお、シーグレット、かっこいい、まあいいや、装甲の魔術師、うん、オッケー、あー、まあいいや、うん、オッケーオッケー、いいいいですいいです、はい、さあラストだ、ラスト半分だ、この中におじいちゃんとエアフォースがあれば俺は神になる、選ばれし者ということになりますよ。さあ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 、残るか、それかワンチャンス、残るがワンチャンスなわけだけど、よし、オッケー、いきます、オペラ、ドラグノフ、シンキングレニアス、イグニッションピー、はい、ラクダウン、ウンクマキナ、プロマポット、はい、ふい、はい、はい、なんか並びが一緒の気がすんな、この辺はい、ふい、はい、うん、ブラックデモンストラグンかい、あ、ていうかウルあったんだ、まだおー、デカドロン来た、オッケー、いや、今、おー、相乗魔術師、魔術師来すぎ2セットぐらい組めそう、注意、あ、トゥーンサイバー、トゥーンサイバーなんかすんげえ来たなこの箱になってきたな、いやまあまあもう来てたのかもしんないけど今でも、あ、来たー、しゃーしゃーオーケー、あとおじいちゃん、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 これおじいちゃん、あ、来たよっしゃやったぜ、来たぜ、俺の時代は終わってなかった、ありがとうございます、よっしゃ来た、素晴らしい、オーケーオーケーオーケー、いいよオーケーいいよ、素晴らしいね、何もかも俺の思い通りに回ってるぜ、ははオーケー、よし、それじゃあ発表して終わりにしましょう、はい、じゃあカットします、ひょほい、さあ、それじゃあ結果発表だぜ。
まずはこちら、ノーマルレア召喚士ライズベルト1枚と、応戦する G2 枚。ついに当たったぜ相棒。そしてこちら、龍剣士ラスター P 祝賀1枚と数1枚だ。なかなかにこいつは使えるカードだぜ。よくわかんねえけどな。で、イグナイトスティンガースーパーレア2枚、煉獄の虚無永続魔法スーパーレア2枚、そして神風のバリアエアフォース、これは俺たちのデッキにも入れられるカードだと思うぜ相棒。そして覇王国竜オッドアイズリベリオンドラゴン、ウル1枚レリー1枚、 DDD 狙撃王テール、ウル1枚、インフェリノイドティエラ、ウル1枚、ブラックデーモンズドラゴン、ウル2枚、超能地くんが使うカードだぜ。 C レッドアイズライティングロードエビルデーモンが1枚、で創上の魔術師スーパーが2枚、創国の魔術師スーパーが1枚、レッドアイズブラックフレアドラゴンスーパーが2枚、して爆竜剣士イグニスター P ウル1枚、レリー1枚、そしてレッドアイズフレアメタルドラゴンシークレット1枚、以上だぜ。これね、今回のパック開封は全て終わりだ。なかなかに当たりの箱だったと思うんだが、みんなはどうだったかな。まあ俺としても今回の当たりには、今回の当たりというか今回の引きにはだいぶ満足だ。まあ次の当たりにはこれらを使ったデッキやそれらも紹介できたらいいと思ってるぜ。以上だ。みんなこれを使って楽しいデュエルにしようぜ。じゃあな。